村正香と申しましてね、まあ、そっくりさんとかいろいろやってたらね、ちょろっとテレビには出てたんです。だけどあんまりまだ知られてないです、ね。そんなうちにコロナになっちゃってね。私は網走で暮らしてますから、本当に少し少ないですけども、全国に歩いてたんですよね。歩いてたんですけども、もう今、網走、いやいや、本当もう全ての仕事はなくなっちゃったからね。だからここは毎日できる。ね、だから今ここを大事にしようと本当に思っています。それで、ここで、まあ、少ないけどお客様にお会いできて、で覚えてもらって、お家帰ったら YouTube でね、応援してもらいたいなと思ってるんですよ。今もうそれが一番、ね、無理がないなと思ってます。8時45分ぐらいまでやろうと思いますんで、まあ、よかったら付き合ってください、ね。うん、ありがとうございます、ね。音楽家なんです。ピアノが2つあったりいろいろするんですけども、まあ、いろんなスタイルを見て、ね、覚えていただけたらなと思います。さて、もう始めるんですけども、いい音楽を聴くとね、やっぱりその何 か、あのなんだろうね、感じて、免疫が強くなったりね、そういう反応があるんじゃないかなと思ってるんですよね。昔よく言ったんですけど、あの子供さんを身ごもったらね、モーツァルトは体調にいいからモーツァルト聴いてなっつってね、よく言ったんですけどね、あれは本当だと思うんですよね。だから今コロナで、ワクチン2回打って、まあ日本の場合はうまく、ね、収まってきてますけど、ワクチンの3本目ぐらいの効果があったらいいな思ってるんですよ。勝手な話ですけど、じゃあ一曲ちょっとモーツァルトやります。モーツァルトのピアノソナタの2楽章がすごくいいんですよね。ゆったりしてて、ケッヘル332の2楽章1曲やります。Thank you.
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。今ね、あのモーツァルト一曲やったんですよ。モーツァルトはいいんですよ。モーツァルトがね、あの気持ちに反応してね、あの免疫が強くなる。ね、お客様にはね、あのまあ調子のいい話ではありますけども、あのワクチンの3本目ぐらいの、ね、お土産として持って帰ってもらいたいな。これはね、不思議なもんで、その音楽っていうのは、聞く人によってね、すごい効果があったりね、あの何も感じない人には何ともないんだよね。だからあのカラスの勝手ですよって言うんだけど、だからまあ、あのなんかね、ググッと来てもらったらいいお土産になるかなと思います。さて、今モーツァルトやったんですけども、よく聞いたことのある、曲なんかをやろうと思います。トロイメライっていうね、とても綺麗な曲がありますよね。あれ、あの組曲で仲間がいっぱいあるんですけども、一つだけ持ってきます。シューマンの子供の情景より、異国よりとトロイメライ、続けてお送りいたします。嬉しいですね、コンサートみたいですThank you.
ホテル、ホテルはお客さんをいっぱい見たことあるでしょ。だけどね、簡単にお茶いかんと思うんですよね。あれ、ギターは弦が6本しかないから、ね、ちょろちょろってやったら合わせられるんだけど、ピアノの場合は250本ぐらいありますからね。これ毎回合わせなきゃいけない、ね、ちょっと気温が、ちょっと湿度が変わっても、それから1曲弾いただけでももう狂っちゃう、ね、そんな金かけてらんないよってね。じゃあどうするか、ね、これ私自分でやってるんですよ、ね、すごいでしょ、ね、そんなにそんなに小遣い使えないよってね。で2台、ね、だけど私はあのコロナのおかげで網走に閉じ込められて、ね、あの何もするな、息もするなって言われてから本当にもう2年ぐらい経ちますけども、本当にその代わり毎日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 ここに来れるからね。だからもう無尽蔵に手間をかけられてる、ね、だからね、あのここにたまたまのたまたまのなんかご縁で、縁っていうのはもうかいくぐって、ね、あのここにたどり着いた。本当、そうなんです、そうなんです、ね、今のね子供たちの憧れの職業は YouTuber だっちゃうからね。私もちょっと本気にしてね、まあそんなに簡単にはいかない道ですけどね、まあ一番無理がないなと思って、まあ4年に1回ぐらい思い出して、ね、YouTube 見てくださいね。いや、家族にも、あの子供たちにも嬉しいお客さんが、いや、あのね、私本当思うんだよ、あのコロナ始まる前はね、ほとんど毎日満席だったの、ね、だけどね、たくさんくらい行ってもないんですよ。あのね、しょっちゅうそこら辺で会議してるんですよね。こっちが演奏始めてるんで、やばい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 、ここ居酒屋じゃねえんだからって。もう 10年ぐらいやってるんですよね。まあたまたま網走で暮らしだしたからね。だからこれも何かのご縁で、ここのオーナーがクラシックギター弾く人でね、だからまあいなんかご縁があったんだなと思って、だからやっとですよ、ここで好きなように遊ばせてもらって、やっと田村おるかっていうことでホテル取ってくれるお客さんがね、最近やっとポツポツと出てきて少しずつ恩返しができるから、ね、さて、いい曲いっぱいあるんだよね。あの、まあ、できる曲は限られてるけど、グノーのアベマリアってあるんですよね。あのピアノやってる人は分かると思うんだけど、バッハの平均律の1番を伴奏に使っちまったんだよね。だからグノーおじさんの勝ちですよね、やってみたいと思います。Thank you.
ありがとうございます。いやありがとうございます。ちっちゃいピアノもあったりね、いろいろするんですけど、どうしようかな。ピアノあと1曲にして、グランドピアノはね、あと1曲にして、ちょっとシーンを、こんな感じなんだなって分かってもらいたいなと思います。いやピアノは好きなんですよ。毎日毎日ピアノが好きよ。趣味ピアノですからね、やってるんですけど、さあ、パヘルベルのカノン、ね、これね、ね、うん、それでね、パヘルベルのカノンはね、とても有名な曲で、子供たちもピアノの発表会なんかでね、よくやったりあるんですけど、今日やるのはアメリカの男性ピアニストのね、ジョージ・ウィンストンっていう人がね、私ね、それ40年ぐらい前から聞いた時にびっくりしたんですよね。なんじゃこれはと思ったぐらいかっこいいアレンジなんですよね。それをやってみたいと思います。さっきも言ったように、何年も何年もね、たくさんのお客さんに無視されてやってたんですだからね、そう騒ぐぐらいだと来なきゃいいんだよねってね、ここ本当に広いんだけどね、思うんだよね、
今愚痴言ったってしょうがないんだけど、だから今ね、本当コロナになってやっぱりいろんな規制があって来てくれる人が少ないでしょ。だからね、割といい人ばっかり来てるんだよね。変な人はあんまりいないですよね。時々いますけどね、時々いますけど、ね、だからすごく嬉しいです。だから本当にもう ありがたいな、本当にありがたいなと思います。さて、私がね、このまあこういう舞台の仕事でご飯が食べられるようになった音楽家みたいなことでね、まあモノマネも多少あったかもしれないけど、音楽家でご飯が食べられるようになったのは、大好きなピアノでもなかったし、ね、ギターでもなかったんですよね。この楽器なんですよ、これ。13、4、5年前にね、オカリナ、そうそうそう、山の奥の森のコンサートに招かれてね、それがまたすごいんですよ。現地行ってみたらびっくりしたんですけどね、ロープが、鎖が立って、垂れ下がってて崖になってるんですよね。10メートルぐらい登っていくわけ。あ、こりゃあね、まあ、主催者が言うんですよね。ギターとか持ってこけ、いや、多分無理だと思う、ね、いや電子ピアノ、いや無理だと思うっつって、でまあこれでしたんだけど、10メートルよじ登ってたどり着いた、ね、まあそれびっくりしたのは、その企画する方も企画する方だし、来る方も来る方で50人ぐらいのお客さんがそこへ来た、ね、いやすごいなと思ってね。まあそれがきっかけで、まあ要はね、これがね、安いし簡単な楽器だからね、気軽な気持ちでやったわけですよ。電池もいらないし ね、これ吹いたら音が出る。これ本当に僕、私これのおかげでご飯食べられてる、本当に。コロナでコンサートがもうほとんどない、他呼ばれることもないんだけども、実は何の宣伝もしてないのにオカリナを習いたいっていう人が出てきてね、そのまあ私はもう檀家さんって呼んでるんですけど、この檀家さんが50人ぐらいいるんでね、だからもう、月曜日から、そうだな、月曜日から金曜日までか、ね、大体昼間はあちこち回って檀家回りをしてお布施をいただいて、いやありがたことですよ、本当に。まあだからね、今矢沢永吉さんでもコンサートができないですからね。だから私なんかまあ零細企業だけど、こうやって毎日毎日お客様にちゃんと聞いてもらえるっていうのはありがたいなと思う。だからまあ一生懸命私のできることを、ね、まあ表現して、お土産にしてもらったら嬉しいなと思います。さて、ただいまからはオカリナの時間です。これいいですよ。ね、それでオカリナはね、なんていうんですかね、まあ吹いてる時にね、まあよくほら、ピアノの弾き語りとかね、ギターの弾き語りとかあるじゃないですか。で、私もまあ それはね、ピアノとかギターの弾き語りも時々やるんだけども、オカリナをやってるとね、いやせっかくだからやっぱり自分で生の伴奏できたらいいよな、冗談で言ってたんですよ。私にもし手があと2本あったらって、ね、あるわけないよね。それがね、ここに今日来てくれたお客様におかれましては、生の伴奏でやってみせます。一人で、手品じゃないです、手品じゃないですよ。ね、私です。まあこれやるとも手順みたいだけどね、実はこれ自動演奏機能がついてるんです。私がもうあらかじめ伴奏を仕込んであるわけね。一旦仕込んじゃうと絶対ミスしないね。だからその仕込むまでが大変なんですけどね。まあオカリナも生の音でね、それこそ、ピアノも生の音でね、そこら辺を感じていただければ嬉しいなと思います。さて、北海道の歌、そう、正和さんも亡くなっちゃいましたね。私も大好きな俳優だったんだけど、本当に一回ね、そのやっぱりお会いして、人難しい人らしいですよね。モノマネ一回金スマっていう番組でね、キムタクがね、いやまあ中井くんがもてなしてたの、正和さん。そしたら横でキムタクがね、モノマネしちゃったんですよね。ほんならね、正和さんで不機嫌になっちゃってね、会話がもうない。まあ中井くんがね、ちょろちょろもてなして無事事なきを得たんだけど、いやこれ難しい人だな。でも一回お会いしてね、私こんなことやって田村まさかなんて語らせてもらってますって言おうと思ったんですけどね、なくなっちゃいました。会わない方が良かったかもしれない。まあそうそう、次の曲はね、北の国から、田中邦衛さんもね、しばらく出てこないなと思ったら、ね、亡くなっちゃいましたもんね。
残念です。ね、北の国から聞いてください。250万円するらしい、ね、この後継機種はね。でこのちっちゃいやつでさえ130万円するね。ねこのオカリナは8000円。いいでしょ。でもね、8000円ってこれこんなピアノから比べたら安いと思うけど、そんなもんなんですよ、ね、お客さんもね、このコンサートを聞いて、いや多くの人がオカリナ やりたいと思ってもらいたいなと思ってね、楽器屋さん行ったら7000円ぐらいから売ってますから、ね、ただね、オカリナっていうのはね、どうもなんか扱いがちゃんとされてないっていうか、音痴なんですよ。焼き物だからまあしょうがないっていうのもあるんだけど、音痴のまま売られてるのが現状です。だからまあ楽器屋さんで買うときはね、まあ、田村に言われたからって言っていいから、本当に音痴だったら交換してねって言うとかね。いや本当本当、要はね、楽器屋さんも店員さんも知らないんですよ。ね、ピアノとかギターを弾く人はいっぱいいるけど、オカリナを吹く店員さんなんてめったにいないです、ね、だから知らないんです。まさか自分のところで売ってる楽器がね、音痴だなんて知らないんです。だから悪気はない、しょうがない、ね、だからまあそういうことで、ね、私はどうしてるかといったら、まあ、さっきも言ったようにピアノも調律するぐらいですからね。これをね、ルーターっていうね、工作機械で穴を調整して、だからもし自分でやってみたいって方は、私ね、この楽器売ってますから、8000円です、ね。だからまあ、やってみたらすぐコンサートとして使えますからね。440Hz でチューニングしてます。まあ、そういうわけで、オカリナはね、簡単な楽器だから、ぜひやってみたらいいですよ。さて、ここは網走です。網走から海岸線を北に、とね、走っていきますと、湧別、それから紋別がありますけどもね、紋別の手前に鴻の舞炭鉱っていうのがあったんだって。昔、ね、北海道の炭鉱はもうどこもなくなって、人もいなくなっちゃったけども、その鴻の舞炭鉱の冬の情景を宮川博さんって方が曲にしてダークダックスに歌ってもらったら、めちゃくちゃヒットした。さあ、大人の方は知ってると思います。銀色の道っていうね、いい歌ですからね、聴いてみてください。オカリナによく合うような気がします。どこ行ったかな。アナウンスしててすぐパッと出ないとかっこ悪いですね。これ銀色の道、出てこないな、ごめんなさいね。あれ、銀色の道なくなっ、あった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 、
さてジブリっていう映画があるでしょ。ジブリはまあ子供さん向けでっていうのはあるんだろうけど、隣のトトロとして何してもね、オカリナでやるとめちゃくちゃ合うね。でジブリがセンスがいいなと思ったのは、このなんていうんですかね、松任谷由実いるでしょ、天才シンガーソングライター。松任谷由実は大人は知ってます。昔荒井由実だったね。荒井由実だった頃の古い曲をジブリが今使ってる。そのセンスが素晴らしいなと思ってね、素敵な曲を用意しました、ピアノアレンジにしまして、飛行機雲、まず行ってみたいと思います。Thank you.
限られた時間で何をやろうかな、何をやろうかなと思ってるんですけどね。ちょっと前にね、朝のドラマで取り上げられた古関裕而さん、私ね、ちょっと年代が違うから全然知らなかったんですよね。へえ、そうなんだと思ってね。ところが作品を聞くばっかりで、あ、聞いたことある、あ、これも聞いたことある、あ、これも聞いたことあるやっぱりすげえ人なんだなと思って、その中で一番これね、ピアノが合うなっていうね、高原列車っていうね、素敵な曲をやってみたいと思います。これだけで幸せになれそうな気がしますけどね、素晴らしいですね。さて、こんな曲もやってみましょうかね。これも古い曲ですけども、語り継がれた、歌い継がれた曲、枯葉。
なってくるんですけどね、うん、あの人気のコーナーあるんですよ。あの1分で分かるオカリナ講座やってみましょうか、ね、これね、本当に1分で分かる、なんだそんなことなんか、はよ言えよみたいな感じ、ね、あの縦笛と同じ、リコーダーと同じ、こうやって、ね、4本の指は表、ねね、右手が下ですよ、ね、で裏も使います、親指使います、ね、持ち方はこれ、まあ、要は10個穴が開いてますから、ね、押さえてください。あのリコーダーはここで吹きますけど、へそ曲がりで横で吹きます。それだけの話ですね。さあ、さてさて、遠いところから表の指を離していったらどうなるか。へえ、そんな簡単なんだ。ね。ね、もう分かったでしょ。覚えなくてもいい。これね、こと言ってくれました。これね、実はね、あの最初やろうっていう時はね、受講さんもいっぱいいるけど、本当そうなの。もう穴を塞がなきゃいけないから手がガチガチなのね。もう一生懸命やるわけ。一生懸命しない。ね、もう適当にやってください。要はね、あのカエルの湿った指がペチャッとつくぐらい、ね。それと息も軽く、ね。息も軽くやると長く続くし。ね、あの要はね、昔 の, あのスポーツカーじゃなくてね、今プリウス乗ってね、リッター20キロ走るみたいな、そんな感じです。燃費のいい。ね、燃費のいいガソリンの使い方、空気の使い方するんです。私もね、タバコ吸ってね、もうあのやめろやめろって言われるんだけど、まあしょうがない、ね、僕らの世代はね、タバコ吸わなきゃって育てられたら、そんなことないんですけど、あのタバコもやめられないし、だから肺活量が多いわけじゃないんだけど、ね、息の使い方が上手なんですね、燃費がいいですね。だから、本当それに大事なことなんですよ。めちゃくちゃいいことを言ってくれた、本当。だから音色なんですよ。だからさ、ピアノのようにね、難しいことしなくていいんですよ。ピアノはね、ピアノちゃんとね、あのお金もらおうと思ったらね、私は思うんですよ。本当に100年ぐらい練習して、100年ぐらい練習して出たらいいと思う。できたら150年ぐらい練習して。オカリナはその息の使い方を優しくしてれば、実はふるさとってあるでしょ。あんな簡単な曲ができただけで、どっか施設に行ってみてください。めちゃくちゃ喜びますから。本当。もうあのね、僕は本当最初そうだったの。あの老人ホームに行ってね、ふるさとを置いた時に認知のおばあちゃんが歌ってくれた。私は普通にそう思ったんだけど、職員の方が大騒ぎしてるね。その曲に合わせて歌うことがもう奇跡的なことだったらしいんだけど、まあそんなことがあったから、ああ難しいことをしなくても優しい音色だけでいいんだな、ね、すごくいい、楽になりました気持ちがね。まあなんか嬉しいなって言わない、本当コンサートみたいな、本当にね。さて、もうあの時間限られてるんで、あとはね、ピアノの好きな方は YouTube でもいっぱい見てくださいね。それからモノマネのシーンもあります、ね、さて、最後はねこの曲で、締めくるのが一番いいかな。やっぱりコンドルは飛んでいくですね、これね、今日は本当に来てくれてありがとうございました。Thank you.
本当にね、今日なんかね、聞いてくれてるなっていう手応えがすげえ嬉しい。いえ、お客さんです。100%。本当にね。ほんまに？ほんまに？さあ、本当に何を行こうかな。変わったことしましょうか。これ、ちょっとでっかいオカリナ。ね。これはね、すごいですよ。普通のオカリナと、ちっちゃいオカリナと、もっとちっちゃいオカリナが3つついてる。ね。音域が広いわけ。ね。これじゃないとできない曲が時々あるんですね。ジュトゥーブー、これ、まあね、間違うかもしれないけど、まあ許してね。ジュトゥーブー、好きな曲でね。聞いてくれればお互いにまあいいんですけどね。本当にさっきも言ったようにね、まあ全然興味持たない人もいるんですよね。残念なんだけど、それはまあ本当カラスの勝手だから、いいんだけどね。でもちょっといいお客さんが今日は 100% 来てくれたっていうこと。ありがとう本当に。また遊んでね。カメラでした。ありがとうございました。Thank you.
犠牲ですね。お財布持ってくるかな。いや、お財布どうもありがとうございます。いろいろまだ勘付けしてる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではなんか毎日やってるんですか。そうなんですよ。もう結局何の他に何の用事もないからね。ああ、仲間だからだからね。だからいつくらいやってるんですか。もうね、10年くらいやってるから。あ、そう、10年か。うん、ただコロナになる前は、はい、まあ年間3分の1くらいしかできなかった。まあ、あちこち行くからね。そうそう、今は本当暇だからね。毎日のようにできるから。いやね、もうせっかくなのに、ね、立って4人って申し訳ない。いやいや、本当にいいの。あの要はね、そのなんか聞く人、聞く気がない人が来てくれるんでさ、ね、一人でもいいから、あ、そっちの本当に何もありがたいかと思うよね。聞いてくれてんの。いや、うちも要はこれ音楽好きだから。なんかそんな感じがしたんだよ。いや、クラシックも好きだからですね。今あの札幌から来たんですけど、作曲とかよく聞くし、ピアノとかも聞くし。いや、嬉しいな。それは嬉しいわ、本当に。ね。